先輩、どうも、こんにちは。あ、なんで逃げるんですか待ってくださいよ。あもう、逃げても無駄だって、まだわかってないみたいですね。とりあえず、体はここに隠してっと。えいはぁ。<laughs> 先輩の体いただいちゃいました。 それにしても先輩、結構いい体してますね。ちょっと腹筋割れてるし、鎖骨とか血管も浮き出てるし。え人の体をセクハラするのいいじゃないですか。今は私の体ですよ。さて、今日は先輩の体で何しよっかな。あ。 あそこで困ってる女の子発見助けに行こっとああ、そこのお嬢さん何かお困りで僕でよければ手を貸すけど。ああ、なるほど。恥ずかしくて、あそこの気になってる男の子に話しかけられない。<laughs> 了解。 じゃあ、適当にきっかけ作ってあげるから、そこで待ってて。ふぅ、いいことした後の飯はうまい。あ、今の男っぽくなかったですかええー、それは普段の先輩が装飾すぎるだけですよ。女の子にはもっとガツガツ、あー あたし限定でお願いしますね。えー、体を返せ嫌です。まだ遊び足りません。男の人の体って体力あるし便利ですね。あー、トイレ行きたくなってきました。ちなみに、小便の方です。自分の体のことくらいわかってるから、いちいち言わなくていい <laughs> いいいじゃないですかそんなかいこと言わずにじゃあちょっくらい行ってきまーす、はああすっきりしたいやー男の人って楽ですねッチションできますしい,いえい,いえ本当のことですってメイクもブラもしなくていいですし 声はちゃんと押さえてますよ。周りに人がいないことも確認してます。うーんー、先輩は文句が多すぎです。こんな痛いけな後輩が体を借りてあげてるっていうのに。あ、そうだもう一つやってみたかったことがあるんですよね。えー、っと、私の体は、あったあった。これを、 お姫様抱っこして、と。あとはこのまま体をあたしの家まで運んで。あ、なんでって、そりゃあ、あたしの家でイチャイチャするために決まってるじゃないですか。はい。親には、あたしが貧血で倒れたので、ここまで運びましたって説明します。 飛びそうにななったじゃないですかう,うるさいのでちょっと引っ込んでてくださいはあもう手のかかる先輩ですね完全に意識封じ込めるの結構しんどいんですからそれにしても自分の体って意外と軽かったんですね 先輩が筋肉質だからかもしれませんが。さあ、早く帰って、先輩といちゃいちゃしよう。おはようございます、先輩。いやあ、ありがとうございます。先輩の体、しっかり堪能させてもらいました。え 体が動かないって。<laughs> それは当然です。ちょっと遠回りして、先輩の体を疲れさせた上で、拘束してますから。体乗っ取られた挙句拘束されるのはおかしいい,いえい,いえ、おかしくないですよ。家でイチャイチャするって言ったじゃないですか。いちいち逃げられても面倒ですし。 何からしよっかなまずは順当にハグからですかねはい。ぎゅー。どうです先輩。自分で言うのもなんですが、結構いい体してるでしょ先輩今ボリュームが足りないって顔しましたねごまかしても無駄です。 私にはわかります。そんな先輩には、お仕置きが必要ですね。<laughs> 先輩言ったら、相変わらず耳が弱いんですから、どんどん行きますよ。覚悟してくださいね。 のザコ先輩先輩,先輩とあろうものが後輩女子にこんなにいいようにもてあそばれていいんですかへへまだ生意気な口を聞く余裕はあるんですね。じゃあその生意気な口塞いであげます。 <laughs> もういっぱいいっぱいって感じですね。私が先輩の体乗っ取って、こき使った疲労もありますし。さあどうします降参するというならやめてあげてもいいですけど。うーん、まだ頑張りますか。だったら。 <laughs> 変な声あげちゃって、面白いな、先輩は。じゃあ、ガンガン攻めて。えもう降参ですかええー、ここまで来たなら、最後まで頑張ってくださいよ。ま、降参したので、ここらで勘弁してあげます。 んああ、大丈夫ですよ。ちゃんと時間になったら、拘束を解いて、返してあげます。今回の件で分かったと思いますが、先輩は、あたしから逃げられません。あたしの魂は、どこまでも先輩のこと、追いかけますから。だから先輩は、おとなしくあたしのものにさえなってくれればいいんです。そこんとこ、 ちゃんと理解してくださいね。